オベーション。オベーションギターカンパニー。オベーションギターカンパニーはギターを製造するアメリカのメーカーである。主にオベーション、オベーションブランドのエレクトリックアコースティックターを製造している。日本における輸入代理店は株式会社カ田商紹介である。ヘリコプター製造会社であるカマンエアロスペースなどを子会社に持つカマン、コーポレーションの社長、チャールズカマンは 1960年代に入り、木製のローターブレードが時代遅れになったもの、木工関係の技術者を失業させないため、木工技術を活用できる楽器製造に乗り出し1966年にカマン・ミュージックを設立した。最初の製品は、カマン自身がギタリストであったため、ギターとなった。3年後には、ローターブレードの加工技術を活かした。 エレクトリックアコースティックギターを発売。発売当初はあまりにも画期的なもので受け入れられなかったが、1970年代には保守的なミュージシャンの間にも浸透していくこととなった。かつては、ブリーチャー、ディーコン、ブレッドウィナーなどのエレクトリックギターやエレクトリックベース等も製造していたが、評価が得られなかったため、ごく短期の生産に終わった。一部機種には、ボディに、 スチロール樹脂を使用したユニークなモデルも存在している。一般的にエレアコの代名詞のように語られることの多いオベーションギターであるがエレアコという名称自体他社の登録商標でありオベーションの取扱説明書によればオベーションはエレアコではなく純粋なアコースティックギターにピックアップを取り付けたものということになる。オベーションギターの最も大きな特徴は ボールバック、あるいはラウンドバックなどと呼ばれるボディ形状である。一般的なギターは、表板と裏板がほぼ同じ形状で平行になっていて、舞う側板がつなぐ、箱型の形状をしているが、ボールバックは、側板と裏板に当たる部分が、小楽器リュートのような、西洋なを縦に割ったようなお腕状になっている。この形状は、 ボディ内部で反響した音が表版のサウンドホールに集中して向かうという音響効果を意図したものである。また、一般的なギターに後付けのピックアップを装着し、PA で音量を増幅した場合、従来のギターは箱なりによるハウリングに悩まされていたため、ボールバックはハウリング防止も兼ねて、あえて箱なりをさせない設計となっている。記述の通り、 カーマンコーポレーションはもともとヘリコプターのローターを製作していた企業だったため、ガラス繊維強化プラスチックの製作加工技術は持ち合わせていた。その加工技術を活かして、リラコード、リラコードというガラス繊維強化プラスチックでボディバッグを一体成形し、製造を容易にし強度も高めるという相乗効果を狙ったものでもある。近代的な材質。 構造のボディバッグに対し、オベーションの一般的なモデルの表版は、ギター材としては最もポピュラーなスプルース材が使用されている。スプルース材は、オベーションの基準によって、A グレードを、R グレードにランク付けされる。A の数が多いほど、音響特性に優れている。一般的に、ギターの木材のグレードを公表するメーカーは少なく、実物を見、 そうする以外に確かめる方法はないが、オベーションは実際に良い音と感じるかどうかはともかくカタログで使用されている木材のグレードがわかる数少ないメーカーである。ボディバッグは金型を使って全く同じものを大量生産できるため、同じグレードのギターであれば、おおむね音のばらつき、個体差が少ないメーカーとも言える。また、アダマスなど一部のモデルはボディのトップ。 評判にもグラスファイバーと木材の複合素材を採用している。こうしたボディ材質構造はオベーションギターにマーティンやギブソン、ギルドなどとは違う独特な音質をもたらしており圧電式ピックアップやプリアンプ自体にも独特の癖がある音質ためアーティストによっては好き嫌いが分かれるギターでもある。オベーションギターのもう一つの代名詞とも言えるのが リーフホール、エポーレットと呼ばれる形のサウンドホールである。通常のアコースティックギターは、サウンドホールと呼ばれる弦を弾く部分、ボディの真ん中あたりに大きな穴が一つ開いているが、リーフホールと呼ばれる枯葉のようなデザインの装飾が、弦の上部の弦の左右にギターを立ててみた場合あり、そこには大きさが様々な複数の小さな22個の穴、ノンカッタウェイモデルの場合が開いている。 これはデザインの一部ともなっているサウンドホールである。もちろん一般的なサウンドホールのモデルも存在する。かつて発売されていたサンダーボルトというギターには稲妻型のユニークなサウンドホールを採用していた。など。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。